Hello, you're listening to After 5 English YouTube blog. こんにちは、バンクーバーからお届けしております After 5 English の久美子です。今日もよろしくお願いいたします。 I have a question to ask you. How do you usually get to your work? Or how do you usually get to school? So how do you usually commute? In my case, I usually catch the bus to get to work. Sometimes I drive to get to work as well. The buses here in Vancouver are pretty efficient, I'd say. But I was wondering, how do you usually get to places, especially for work and for school? Let me know. というわけで、今日は発音といきます。どんな発音かというと、まず聞いてみましょう。Letter, better, Ottawa. そう、今日はこの TT の発音をね、ちょっとこう練習していきたいと思うんですけれども、北米では TT の発音に関して言うと、まあ本当に本当にざっくり言うと D の音が近いんじゃないかなと思います。ただイギリスとオーストラリアの発音の場合は T って結構こう主張されるので Letter, Better, Ottawa みたいな感じで、立ちつてとのたというよりはどっちかというと空気の混じった T, T って音が出てきます。ただ北米の場合はこの T っていう音にあまり主張がされないので、 T がちょっとかき消されて濁った音になるんですね。で、後に来る母音が結構混ざり合ってくる感じなんですよ。なので Letter が Letter、 Better が Better、 Ottawa が Ottawa って言って、こうなんかこう濁った感じになってくるんですね。ぜひぜひ聞き比べてほしいんです。なのでちょっと一回練習してみましょうか。一応頭の中はちょっと D の音を想像してみてください。で、しかもオータワはカナダのね、首都トロントじゃないのよ、オータワなのよって。私オータワって聞くとなんかね、いつもなんですけどタワシが出てきちゃうんですよね。なんかオータワって多分そのタとワしか合ってないんだけど、アロワで、実は中学の時にオータワで勉強してたもんだから、最初にアロワって聞いた時に、は？アロワ？アロワってなんじゃ？と思って、で、文字を見て初めて、あ、カナダの人のこと言っちゅうと思ったんですね。はい。じゃあまず、letter からいこうかな。この er の音、まあ英語ではよく出てくる er。まず、er。der。そうそう、遠慮なく、der。いいですよ。で、letter。letter。レターではなくて、letter。 次、同じく er で der、うん、で better。 いいかな、 letter、 better。 いいと思います。では次は、普通には、うん、でロワ、そうそうそう、タワじゃなくてロワ、ロワ、t よりもちょっと舌をね、後ろに動かす感じで、だって言って、ワーゴにくっつけて、ロワ。で、オーターはのおではなくて、どっちかっていうと、あ。軽く口をね、あーって開けて、アロワ。アロワ。letter, better, アロワ。tt に意識を置いて、で、ここの tt っていうのをてではなくて、でで発音してみてください。以上、Letter Better Ottawa のコーナーでした。I hope to see you again. Thanks for watching. Bye.